ケビン・フィリップスは、イングランド・ハートフォードシャー出身の、元同国代表サッカー選手。ポジションはフォワード。1997年にフットボールリーグ一部のサンダーランド AFC に移籍すると当格を表し、1997から98シーズンに29得点。翌1998から99シーズンに23得点を。 上げる活躍を見せプレミアリーグ昇格に貢献した。この活躍によりイングランド代表に招集され、1999年4月28日のハンガリー戦でデビューを飾った。プレミアリーグ昇格初年度の1999から2000シーズンにはリーグ戦30得点を記録し、得点王を獲得。同時にヨーロッパゴールデンブーツ賞を受賞した。 その後は怪我の影響もあって、制裁を書き、クラブも2002から2003シーズンにフットボールリーグへ降格した。その後はサンダーランドを離れ、サウサンプトン FC へ移籍。所属した2年間で公式戦26得点を挙げるが、2年目にチームは降格した。2005から2006シーズンはアストンビラ FC へ移籍したが、23試合出場4得点に止まった。 シーズン終了後、2部のウエストブロムビッチアルビオン、FCA 移籍。バーミンガムシティ FC では、スーパーサブとして、プレー、2009から10シーズンアーセナル戦で、キャリア250ゴール目を記録した。2010から11シーズンをもって、契約満了のためクラブを退団。2011から12シーズンより2部に降格した、ブラックプール FCA 移籍。38歳ながら、 クラブでは、エースとして君臨し、チーム最多の16ゴールをマークした。2012から13シーズン途中にクリスタルパレス、FCA、ローン移籍。昇格プレイオフ決勝で延長後半に、PK で唯一の得点を挙げ、クラブを昇格に導いた。シーズン後、クラブと1年契約を締結し、プレミアリーグでは、ゴードン・ストラカン、テテティ・シェディンガムに次ぐ、 史上3人目の40代フィールドプレイヤーとなった。2014年1月に双方合意の上でクラブを退団した。同月15日、レスターシティ FC に加入することが発表された。2014年4月28日、現役引退を表明した。2014年7月より、レスターシティでアシスタントコーチを務める。2015年9月より、ダービーカウンティ FC で、 アシスタントコーチを務める。ありがとうございます。